はい、どうもこんばんは。今日はですね、昨日ね、Z8 のこれ初期不良って言っていいのかな、の発表がありまして、まあそれに関して、お話ししたいと思います。で、まずね、どういうものかと言いますと、ニコンミラーレスカメラ Z8 ご愛用のお客様へということなんですけども、まあ簡単に言うと、レンズをこう Z8 にね、つけようとしたときに、こう、引っかかりがあって回んなくなるみたいな、まあ現象が、一部の個体であるということでね、発表されております。で、思い返してみればね、私もね、あったんですよ。全部のレンズじゃないんですよ。あるレンズをつけるときに、あれ?って引っかかって、自分がなんか、つけ方がまずかったのかなと思って、もう一回付け直すみたいな感じがあって、まあ言われてみりゃあったなみたいな感じで、でまあ対応方法としては、ニコンプラザに行ってですね、まあ予約しなきゃいけないみたいなんですけど、まあ預けるっていうパターンと、あとは着払いで、送っちゃうという方法があるそうです。で、私まあ昨日15時発表だったんですけども、早速ね、もう梱包して送っちゃいました。はい、まあマウント部分なので、かなりね、重要なところなので、レンズにもボディにも影響が出るといったところなんで、まあ修理はね、早めにやった方がいいのかなというふうに思います。で、まあこの見出しなんですけども、ニコンミラーレスカメラ Z8 ご愛用のお客様へみたいなっていうタイトルなんですけども、これね、個人的にはなんかね、こう Z8、不具合の答えに関しましてとかの方が良かったんじゃないかなと思ったりもしたんですが、Z8 ご愛用のお客様って書いた方が見る人多いのかなってちょっと思ったりもしています。で、これに関して、まあ発表が、昨日なんで24日ですよね、あ、23日ですよね、だから発売からね、1ヶ月も経たないうちに、まあ、こういう初期不良っていうのが判明して、ユーザーとしてはね、すごくショックです。だって手元になくなんだもん。ショックなんだけども、まあ、これを、まあ、1ヶ月経ってないのに、まあ、ちゃんとね、素早く報告して、ユーザーに対処方法っていうのを案内したっていうのは、まあ、評価すべきとこかなと思います。で、預かる方法なんですけども、まあ、センドバックって言われる方式なんですけどね、これはもう家電とか、もうパソコン含めてね、よくあるパターンで、本体をまず送って、直ったら帰ってくるっていうパターンなので、手元からですね、一時的になくなっちゃうんですよ。だからこれがね、痛い。すごく痛いんだけども、致し方ないというふうに思ってます。だから、まあ、例えば、この Apple、MacBook Pro とかも、初期不良みたいな、なんとか修理プログラムっていうのが、まあ、これじゃなくてね、この前のモデルぐらいで、3、4年ぐらい前にあったんですけども、キーボードをね、打つと変な文字が勝手に入るとかね、あとバッテリーに関するのが不具合。ってことで、これもやっぱ一回預かるという形で、まあ、極めてニコンの対応っていうのも一般的。なので、まあ、良くも悪くもない。手厚くも。例えば、メモリーカード、プログレードさんとかだと、まあ、Amazon 1000倍だからっていうのもあるんですが、あれは、なんか壊れましたってメール打ったら、先にね、製品を送ってくれるんですよ。で、その後に不具合の製品を送り返すので、非常にね、手元からなくならないというところがメリットあったのかな。まあ、その間使えないんですよね、壊れてるからね。使えないんだけども、保証範囲であればそういう対応してくれたというのはあるんですが、まあカメラにね、ちょっとそれを求めるのは酷かなと。まあやってくれたらいいですよ。やってくれるという風になったら、おそらく、今ね、実売で Z8 で54万弱ですけども、それじゃ済まない。そういう対応費用とか込み込みで考えると、少なくとも10万円、20万円は、もうアップするような価格になるので、結局買う時のハードルが上がっちゃうんですよね。そしたら、まあ、何か起こった場合っていうのは、まあ、センドバック、いわゆる通常の方式で送ってやってもらうというふうにやったのがユーザーとしてはいいのかなと思います。で、今ね、今回はハードウェア、まあ、いう、すぐに物理的なものの故障というかね、不具合っぽいので、もう預けるしかないんですけども、やっぱりね、インターネットが普及して、ユーザー側でね、今、ファームウェアアップデートっていうのができるようになりましたんで、それを考えると、ユーザーの負担っていうのは昔に比べると相当減ったのかなと。で、昔の、まあ、それこそフィルム時代のカメラで、そういう電子制御部分に不具合があったら、まあ、ファームウェアのアップデートなんてできなくて、まあ、基板の交換だったんですよね。で、そういうところで、まあ、ソフトウェア、ファームウェアの、まあ、アップデートができた部分で、まあ、ユーザーの負担は減ったんだけども、ハードウェアに関してもこればっかりは仕方ないと。
というふうに思っちゃってます。まあ、別にね、ニコンのこと擁護してるわけじゃなくて、あの実際のところもさっき話した通り、アップルですらね、そういう形なんですよ。だからセンドバック方式、もう梱包して送って見てちょうだいと。まあ、テレビとかね、でっかいものは一部別の方法で対応されることが多いんですけども、あれはね、だって搬入みたいな感じになっちゃうから、まあ物理的にできないんですけども、まあこういうパソコンだとか、まあそういうものには一回送ってくれっていうのがもう基本ですので、その対応に関してはよろしいのかなと思います。で、ニコンの不具合といえば、10年以上前、11、2年前なんですけど、 D600 っていうね、デジタル一眼レフ、フルフレーム、のカメラがあったんですけど、それがね、あのイメージセンサーにダストがつくっていう問題があったんですよ。で、この時は私もね、 D800 とともに D600 持ってたんですけども、あのあれなんですよ、とにかくセンサーにダストがつくから結構クリティカルで、だって撮った写真にむちゃくちゃ影響出るじゃないですか。で、それをネット上でね、こうざわざわし始めたんですよ、みんなが。もうそれこそあの価格コムとかね、の掲示板だとか、もうその当時2チャンネルだったのかな、ちょっとわかんないですけども、そういう掲示板、一般的な匿名掲示板でも、もうワイ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 騒いで、で、ニコンは何も発表はない、おかしいってなってたんですよね。で、それから海外でね、ちょっと大騒ぎみたいななったっぽくて、で、ついにね、ニコンも、対応プログラムということで、2013か14ぐらいかなに受付を開始したと。それもセンサークリーニングを、まあ、しますよっていうのと、まあ、多分こうミラー関連だと思うんだけど、あれに問題があれば、まあ、交換しますせみたいな、対応。これね、すごいのが2019年までね、ちょっと調べたらね、受付やってたみたいなんですよね。だ、それって結構ね、あの保証が切れても関係なく受け付けますってことでやってたので、そこは誠意があったんですけども、やっぱ初動がやっぱ遅かったっていうところで、かなりユーザーから不信がられたということがありました。だから今回は、まあ、その反省をね、かなり生かしてんじゃないかなと思っていて、もうさっきも言いましたけども、発売からね1ヶ月に満たない、時期にですね、しかもグンと Z8 でニコンすげえ勢いあるなっていうタイミングで、ちゃんとね、包み隠さず、このが出てきたと。で、かなりね、街灯が多いみたいなんですよね、TL 見てると。あの、街灯が多いみたいなので、まあ、ちょっとわかんないですよ。全部本当にダメなのか、それとも一旦は回収して、ちょっと見たろうみたいな形でやってるのが定かではないですけども、まあ、そういうね、幅広く、対応したっていうのは、やっぱ過去のね、そういう痛い経験、失敗からね、学んで、ニコンは対応してるのかなと思います。まあ、とはいえね、手元からなくなるっていうのはね、辛いですよね。せっかくこう馴染んできてね、使い始めて、で、特にね、Z8 だけをね、こう待ちわびてた人にとってはもう痛手なんですよね。もう楽しみに来て、で、ツイッターで見たんですけど、なんか届いて、いや、ついに来たぞって言って調べたら該当してたっていうパターンもあったみたいで、もうそれとか悲惨ですよね。で、あとまあ、感情的な気持ち的な問題ですけども、せっかく新品できたものに、なんかそういう手が入る。っていうのはちょっと味噌がつくみたいな感じで、ちょっと嫌だなみたいな、まあ、感情問題があったりするんですけど、やっぱまあどうしてもね、今の製品価格とかそういうのを維持するためとは僕は思っていて、もうセンドバックという方式でもう対応せざるを得ないという状況なのかなというふうに思っております。で、こういうね、まあ初期不良もそうなんですけども、なんか起こった時の、なんか今って逃げ道がないんですよ。個人で何とかしなきゃいけないというふうになるんで、まあ、例えばアップルだとアップルケアみたいなのがあったりとか、まあ、スマホ、iPhone とかだとそのアップルケアプラスみたいなんで、先にね、物がパーンと送られてきて、で、その後に、壊れたやつを送るみたいな形で入れ替えができるんですよね。まあ、スマホなんてね、もう一日ないと困っちゃうぐらいの、存在になってますから、そういう手法があるんでしょうけども、そういう手厚いサポートが、これ有償で、用意されてる。月1000円ぐらい取られるのかな、あるんですけども、そういう安心感を買うってことで結構保証入ってる方が多いんじゃないかなとは思います。だからカメラもね、なんか同じようなことが僕あっていいのかなと思ってて、まあ、月々ね、いくらか払う形でこういう有事の際ねに関しては、初期不良であれメーカー保証範囲内の場合にね、なんか起きた時は、まあ、できればね同じ製品を無償で貸し出してくれるだとかね、
あとそれがなかった場合もそれに近しい製品または別の製品自分で選んでね、その間使えるといったようなサービスが、まあ、優勝で用意されると選択肢ができるのかなというふうに思ってます。やはりやっぱ選択肢がないっていうのが一番問題かなと思っていて、その間どうすんだよみたいなものに関しての回答は、優勝だけども、こんな風に対応できちゃうよっていう選択肢があると、それを選ばれる方ね、もう結構いらっしゃるんじゃないかなと、安心して使うというパターンもあるのかな。まあ、ちなみにね、そのサービスがあったところで私は入んないですけどね。別にね、その期間、まあプロでもないので、使えなかったところで実害はそんなにないですし、まあ、他のカメラもあるんでってことなんですけども、まあプロ向けとかにはね、そういう優勝のサービスなんかあると、安心して使っていただけるのかなというふうに感じました。まあ結構ね、過激なタイトルでね、物申すって、物申してるんですよ、これでも。申してて、別にニコンの肩を持って話してるわけではなく、やっぱ過去に起きた事象と比べると、かなりそこの反省を生かして改善してきた。であとセンドバックっていう方式はもうあくまで普通の対応であって、まあ、これ以上厚み出すためには先ほど申し上げたように製品価格を上げるか、優勝のそういう保証サービス、みたいなのを作るしかないのかなというふうに思っております。まあ、とにかくね、マウントと本体にね、レンズと本体にね両方影響が出そうな、不具合ですので、皆さんタイミングを見てですね、Z8 ユーザーの皆さんは、まあ、修理に出された方がよろしいのかなというふうに思いました。はい、本日は以上でございます。どうもありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。